これが沖縄の地図でしょうか。はい、私たちが知っている、沖縄の地図と随分違うわけですけれども、まず南が上に描かれていまして、北が下になっているので、まあ、上下反対になっているのでだいぶイメージが違うと思うんですが、これがですね、15世紀頃に博多商人が使っていた琉球諸島の絵図の江戸時代になったの写しになります。なんだかオオサンショウウオが泳いでるみたいですけど、那覇港ってどこにあるんですか。オオサンショウウオに見えますかね。なんかこの太った丸々と書かれているのが沖縄本島になるんですけども、この沖縄本島に赤い船のルートが海から伸びているわけなんですが、この線が入っていくのが那覇港になります。濃淡みたいな形で島に見えますけども、那覇は島だったんですか。実は当時の那覇はですね、地続きではなくて、島として、位置していたわけなんですね。でその島としての那覇に、様々な船が入ってきて、港として活気を呈していたということになります。じゃあこれ正しい地図なんですね。ところで首里城はどこにあるんですか。首里城はですね、独立した島として書かれている那覇の斜め左下にある、ギザギザで囲まれたあの丸い部分になります。実際には首里城というのは沖縄本島の中であんなに大きなスペースは占めていないんですけれども、まあ、当時15世紀といいますと琉球がアジアの中の交易国家として非常に大きな繁栄を遂げていた時代ですので、まあ、その中で、繁栄国家として、海洋の国家として繁栄していく琉球の姿を、まあ、ある種イメージとして描いている絵図になるかと思います。なるほど、心の中 の存在感がそのままこう現れているということなんですね。はい、まあ、これが15世紀段階の絵図になるわけですけれども、これからですね、だんだん、時代が進むにつれてより詳しく細かな絵図が作られるようになりますので、次はこちらの国絵図の方をご覧ください。はい、大きな地図ですね。これは何ですか。はい、こちらはですね、江戸時代に薩摩藩が江戸幕府に提出した国絵図と呼ばれる絵図になります。で、まあ、今回特別にですね、その国絵図の複製を作りまして、こちら原寸大で展示をさせてもらっています。これどこの部分を描いているんですかね。沖縄じゃないですよね。はい、沖縄琉球諸島のですね、宮古八重山の部分になります。ああ、宮古島ってどこなんですか。宮古島がこちらですね、今の地形と比べてもほぼ重なるような非常に詳しい正確な地図になっています。そうするとこっちが八重山ですかね。そうですね、実際宮古島とこちらが石垣島になるんですが、石垣島の間っていうのはこんなに近づいていないんですけども、この絵図の上では島と島の間はかなりデフォルメして縮尺して描かれています。あと一番向こうに見えている島は何ですか。あれが与那国島ですね。琉球にとって一番西にある台湾に近い島になります。晴れた日には台湾も見えるんですかね。見えると言いますけどね、台湾との距離が非常に今近いということが、当時琉球にとってもですね、その地理的な優位性がこれから先アジアの中で重要なポジションを占めるようになったということになるわけですね。はい、ありがとうございました。